台中インターコンチネンタル野球場は台湾台中市北トン区にある野球場2006年に竣工、会場当初は台中市国際標準棒球場と命名されていたがこの年に第16回アイブフインターコンチネンタルカップが開催されたことから現在の名称に変更された国際大会では2007年12月開催の第24回アジア野球選手権 大会2008年3月開催の北京オリンピック野球世界最終予選2010年の第17回アイブフインターコンチネンタルカップでも主会場として使用された2013年3月第3回ワールドベースボールクラシック1次リーグのビリ組の試合が行われた2015年11月東園国際野球場台北市立アンモボー球場とともに2015 WBSC プレミア12の台湾の会場の一つとして利用された。中華職業棒玉大連盟の中心兄弟の本拠地としても利用される。ダグアウトは一塁側を中心兄弟が使用している。野球以外では2008年4月にテノール歌手のアンドレア・ボチェッリがこの球場でコンサートを行っている。台中駅。 炭行駅よりそれぞれバスが出ている。ありがとうございます。